記録的な大雪が降ったクリスマスの朝、脱ぎ捨てられたサンタクロースの服が発見された。サンタクロースがいなくなりました。学校と警察は失踪と断定。そこに届く3通の告発状。サンタクロースなんて最初からいないのです。帰れ、サンタクロースはいるんだ。サンタクロースは失踪したのか元からいないのか全部私たちで調べます。警察と学校を信じなさい。学校お得意の隠蔽ですか。どうせ警察の風呂なんだろ。待ってさ、私たちで裁判をやろうと思うの。改定します。君の冤罪を必ず晴らす。本当は誰かがサンタクロースをやってるんじゃないかって。サンタクロースは何者なの。嘘つきは大人の始まり。クリスマスの偽証。記録的な大雪が降ったクリスマスの朝、中学生の遺体が発見された。クラスメートが亡くなりました。学校と警察は自殺と断定。そこに届く3通の告発状。本当は殺されたのです。帰れ、好きだったら殺すからな。柏木君は殺されたのか自殺なのか全部私たちで調べます。警察と学校を信じなさい。学校お得意の隠蔽ですか。どうせ警察の風呂なんだろ。待ってさ、私たちで裁判をやろうと思うの。改定します。君の冤罪を必ず晴らす。本当は誰かに殺されたんじゃないかって。あなた何者なの。嘘つきは大人の始まり。ソロモンの偽証。